YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日お邪魔しているのがこちら、カーインテリア高橋さんとミティックさんなんですけれども、今僕がいるのが神奈川県の平塚市になります。こちらですね、カーインテリア高橋さんとミスティックさんの、まあ、関東支店、神奈川支店になるんですけれども、同じ敷地内に2つの会社さんが共同で入ってまして、こちらに来れば2つの会社さんのキャンピングカーを同時に見ることができると、いった支店になってます。2月9日の金曜日、そして2月10日の日曜日、この2日間でアンコールフェアをやるよということで、遊びにおいでよと言って誘っていただいたので、遊びに来ちゃいました。はい。で、アンコールフェアは何かという話をちょっとさせていただくと、ジャパンキャンピングカーショー、ジャパンキャンピングカーショーに行って、いろんな車を見て、欲しいなと思ったけれども、その時例えば、人が多くて車が見れなかったよって言った人、あるいは見積もりをもらったけど、買うことまでサインはしなかったよとか言った方に、この、ジャパンキャンピングカーショーの次の週の土日で、どこの会社さんも結構されているイベントです。はい。で、ちょっと実際に今日はその敷地内も撮影させていただけるということですので、見ていきたいと思います。もう早速ね、皆さん、昨日実は大雪が降りまして、今日日曜日なんですけど、土曜日、大雪が降りまして、神奈川でも。車を今、清掃されて、ね、朝から寒い中、清掃されていらっしゃいます。今、こういう風になってて、カーインテリアの高橋さんとミスティックさんが分かれてます。で、入り口入って、こっち側に、ミスティックさんの車が並んでいます。もうほとんど全部撮影はさせていただいてるんですけど、こっちから、まあ、ミニポップがあったり、レジストロかなのアウル。で、奥にあるの、そうか、レジストロのアウルですね。といったね、ラインナップになってます。タウンエースがね、ベースになってたりもして、また少しずつね、タイプが違う車になってます。はい。そしてですね、こっち側に、見ていきますと、こっち側がカーインテリア高橋さんの、まあ、車が並んでいます。カーインテリア高橋さんは、ハイエースを、ね、ベースにした、車を多く製作されてまして、カーインテリア高橋さんは8ナンバーにこだわることなくというか、もうその概念を超えて、快適性だったり室内空間の良さだったり、そういったところを最先端に追求しながら、車を作っていらっしゃる会社さんです。はい。例えばね、これもハイエースのワイドミドルルーフワゴン GL、ね、はい。あとね、これがリラックスワゴンの VP ですね。で、今回これ僕初めて見たんですけど、これがね、マティアスという車になります。これもちょっと、あ、これはミスティックさんのなんだ。へぇー。そうなんですね。ミスティックさんが作ってらっしゃるのは初めて見ました。結構こっち安静家ですけど、このね、安静家っていう車も、まあ、キャブコンですけど、上の部分がシェルになってて、作りもね、非常に画期的というか、少し今の時代に逆行しているような形っぽく見えますけど、車自体の性能を上げたりとか、重心を考えて作られたりとか、そういうね、車にはなってます。あと、はい、一番奥にあるのがこちら、カーインテリア高橋さんの、これがね、僕初めて見たんですけど、ホームページには載ってて、気になってました。まるで宇宙船のようなキャンピングカーですけど、カーインテリア高橋さんが作られたプリウスをベースにしたキャンピングカーということで、これね、ちょっとどうなってるのかが全然わかんないんですけど、プリウスのリラックスキャビンという車になります。
ということでね、今日は一日、一日というか、撮影がてら、カーインテリア高橋さんに来てまして、これからね、この後、カーインテリア高橋さんの車をちょっと撮らせていただいて、もちろんミスティックさんもですけどね、撮影していきたいと思います。はい、ではですね、ちょっとミスティックさんの紹介をさせていただきたいと思います。ミスティックさんは山梨県の甲斐市に本社を持つ会社さんです。ミスティックさんの特徴として一番に挙げられるのがこちらのシェルの部分。一目で見ただけでミスティックさんのキャンピングカーだなというふうに一発でね、わかります。平成3年に会社ができたということで、僕実は平成3年生まれなので同い年です。はい。で、ミスティックさんなんですけど、理念に TSC ですね。TSC という文字を掲げておられまして、テクノロジー、セーフティー&チャレンジということで、テクノロジーは技術の向上、セーフティーは安全性の追求、チャレンジはあらゆることへの挑戦ということで、もう最先端の技術とか、知識をね、常に追求されている会社さんです。続いてカーインテリア高橋さんなんですけれども、創業からおよそ35年ということで車一筋の会社さんになってます。高品質のキャンピングカーを低価格で販売できるようにということで徹底的なコスト管理をされている会社さんになります。あとやっぱカーインテリア高橋さんはその名前がカーインテリアというふうに入っている通り、室内のインテリアがすごく高級な作りになっておりまして、ホテルのラウンジみたいな車を作っていらっしゃいます。木工作業とか電装作業とかそういうのも自社で一貫して製作されておりまして、さまざまなワンオフ改造、あれですね、もうほとんどセミオーダーみたいなことをワンオフと言いますけれども、そういうワンオフのキャンピングカーだったりといったところのね、生産も得意としていらっしゃいます。またベースカーへのこだわりもすごくありまして、例えばカーインテリア高橋さんの人気車種のリラックスワゴン、充実の装備で乗り心地がいいということでワゴンベースのキャンピングカーを製作されていらっしゃいます。ではカーインテリア高橋さんとミスティックさんの展示ルーム兼、ちょっとしたこう作業のこうスペースっていうんですかね、にお邪魔していきたいと思います。もちろんちょっとお見せできないところもあるんですけれども、今回この中も撮影許可いただきまして、このように展示されています。お客さんもね、実はさっきから結構来ておられまして、こういうところで展示車を見てご購入を決めていらっしゃるという流れになっています。で、面白いのがですね、こちらの車なんですけど、こちら、ミスティックさんのね、こちらミスティックさんのデモカーなんですけど、ちょっと前から見ていただくと、ちょっとかな、そうなんですよ。あのベルファイアがキャンピングカー仕様になったというですね、デモカーになります。現在、こちらはミスティックさんの受注がすごく多くて、開発途中なんだそうです。もう実際こちらまで手が回ってないということで、デモカーらしいんですけど、こういうこともね、技術的には可能ですよという話です。こちら、こちらがですね、セカンドシートです。セカンドシート取り替えてあって、Iシートと呼ばれるシートを使われています。もちろん走行中は3点のシートベルトがついてますので、ここの部分をパコンと上げると、前向き乗車、3人前向き乗車することができます。はい。で、こちらがですね、車両の後部になります。このようにちょっと L 字型のソファーがあって、フリップダウンモニターがついてます。内部電源のコードはここにあるので、後ろからね、取ることもでき、後ろから電源取ることができますので、そしたらテレビとか電子レンジだって使えちゃいます。はい、続いてですね、こちら側、ここにドリンクホルダーがついていて、ここにドリンクを置けるんですけど、実はこの中に冷蔵庫がついてます。はい、このように前にスライドしまして、ここに冷蔵庫がついてますよという作りになってます。
当然ね、就寝時はこれを倒すとここまで広くなって大人2人が縦に寝れるという作りになってます。あとはね、こちらにシンクがあって、まあ、この下にはちょっとした収納スペース、 FF ヒーター、 FF ヒーター排気口ですね。あとは6連のスイッチと USB の充電器とサブバッテリーのメーターとなってます。で、実はこれソーラーパネルとマックスファンがついてまして、マックスワンはこんな形になってます。で、ソーラーパネルもこのようについているということでね、自然放電しちゃうぐらいの分は全然充電これでできますよというお話でした。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。